はい、今日はニジマスリベンジパート2ということで桂川に来ています。今日はウェーダーで頑張っていきますよ。竿はいつものホリデー小継ぎ530ですね。餌はブドウムシです。目印をつけて脈釣りで狙っていきます。ではここら辺から入っていきますか。ここら辺はちょうどね、陸橋の下あたりで日陰になってて釣れそうな感じです。沼秩父ですね。沼秩父が釣れました。おー、餌でかすぎんじゃないこれ。口に入ってきてない。ほら、餌を新しいのに付け替えます。お、これはニジマスです。やりました。早々にニジマスゲットです。やりました。早くもニジマスリベンジ達成です。嬉しいですね。嬉しいですね。ニジマスゲットです。さあ次行ってみますか。おお、なんだ、ん、魚ですね。なんだこれ。お、ウイカ？はや。うわ、たくさんいますね。おお。ポイントですよ。静かに狙っていきましょう。
そ。くそ。どっか行っちゃった。何やってんだよ。岩のね、背ね、こういうところもポイントなんですよね。やりました、ニジマス2匹目です。2匹目結構上がってきたんですが、なさそうなのでそろそろ戻っていきましょうかね。いい天気だ。おぉ、ヘビだよ。毒があるやつだ。さあ、ちょっとね、沢登りで疲れたんで、休憩して、午後は島田湖でのんびりやりますか。